36人が犠牲となった伊豆大島の土砂災害から今日で3年です。住民らはキャンドルに火を灯し犠牲者を追悼しました。大島町で行われたキャンドルナイトでは住民らがメッセージの書かれたコップに火を灯し犠牲者を追悼しました。キャンドルナイトは災害直後に和歌山県に住む高校生が復興の願いを込め大島町にキャンドルを送ったことがきっかけで、ボランティア団体などが中心となって毎年開催されています。2013年に発生した土砂災害では36人が死亡し、いまだ3人の行方が分かっていません。